第10位はマガンを持つ女に関する海外の反応集。エリスの特に意味はない喜びのジャンプで幸せな気持ちになった。これが無色転生のビーチエピソードであることを忘れてはいけない。海海じゃないのか。ファンサービスはあった。そのまま続きから始まるってところがいいね。オープニングにも回想にも時間を使えないくらいぎっしりだ。最高の異世界アニメが帰ってきた。1クールが放映されてから丸1年ぐらい経ったような気がする。随分待たされたが、その回はあった。総集編を挟むことなくそのまま12話に突入。偉大なる、キシリカ登場からストーリーは始まる。あの素晴らしい作画が全く落ちていないことが確認できて嬉しい。むしろ上がったとすら言える。テーマの後ろに流れる背景の数々が美しいね。こういう試みは他のアニメももっとやってほしい。ただの食事のシーンも素晴らしい。ビッグブレイン、エリスの海の上を走れないの？って笑った。そやなかなかクールだね。他の平均的な異世界アニメと比べ、とてもハイクオリティで作られているのが面白い。そりゃエッグファームの CEO がこの作品を12巻まで読んで大ファンになり、この創作物の最高峰とも言える作品はぜひアニメ化しないといけないと言って、スタジオバインドを立ち上げたぐらいだしね。ロキシーがルディと出会う寸前まで行ったのは一度や二度ではなく三度もあった。あんなに近づいたのに。まだなのか。ロキシーは何をしてるんだ？何度にアミスすることになるのかな？いや、ルイジェルドに凝視されロキシーは逃げ出してしまったから二度と言った方が正確か？四度な。この場面に気づいてくれる人が現れた。見逃してしまいがちだけど、まさにあの時ロキシーは船に乗っていたんだよな。ギリギリのすれ違いの数々が苦痛だ。ルーデウスについて話しているのを聞いているなら、どこを探せばいいのか分かったことにならない？練習試合ではさりげなく素晴らしい戦闘作画を見せつけてきたな。ロキシーはデッドエンドに気づいているみたいだが、路地裏で喘ぎ声を聞いたルーデウスがそちらに引き寄せられ、パウロと再会する展開を半分くらい期待した。もしルーデウスが人神のアドバイスに従わなかったら、ロキシーはエリス、ルイジェルドと一緒にいるところを見つけていたんだろうな。うむ。すぐにでもロキシーと出くわしてほしい。頼むから再会させてくれ。プリーズー。ライトのベルを読んでいる時にもイライラしたけど、アニメで見てさらにそのイライラが 100% アップした。ブルーボールみたいなものだが、プロットデバイスでもあるエピソード全体に仕込まれたいたずらが嫌だ。キービジュアルから判断するに、まだまだすれ違いは続きそうだけど。オーノー、まるで月日が魔王に転生したかのようだったな。あのシーン全体の雰囲気がガラッと変わっていたことに驚いた。全く別のアニメから出てきたかのような違和感があったが、それが功を奏したんだと思う。すでにキシリカが好きになった。井口ゆかによる別アニメから出てきたかのような大げさでカープーンっぽい魔界大帝の演技はちょっと面白い。俺の計算だとキシリカとミリムテンスラは仲良くできる。キシリカの場面では人神のと同じように作画のスタイルを変えているところがすごく好き。それによってこの二人が今まで出会ってきた人たちとは別の存在であることを示している。1クール目のルイジェルドの時も、彼だけアートスタイルを変えることでルディア・エリスとは別の存在であることが強調されていた。加えてキシリカがおバカでコメディチックな空気を出しつつ、人神では不安を煽る空気を出すことで、彼らが画面に映った時の視聴者の見方に影響を与えている。今後現れる特別なキャラクターたちはどんな独自の作画スタイルで描かれるのかすごく興味がある。キシリカのメガスロットマシンのように回転した時はちょっと笑ってしまったが、同時にすごく不気味でもあった。てっきりルディの真の姿、デブニートの体を見て気持ち悪いと言ったのかと思ってた。そうじゃないならものすごい魔力を持っていて気持ち悪いってこと？ルディはおぞましいほどの魔力を持っている。ここではその点がほのめかされた。制作陣はキシリカのためにものすごい数の表情を作り絶えず動かし続けていた。まるでカープーンから出てきたキャラクターのように大げさで、その登場シーンはユニークで記憶に残るものになった。スタッフは彼女に線の表情と動きをプレゼントしたな。キシリカキシリスめちゃ面白いわらわら。ジャヒーっぽいキャラだわ。最初彼女を中に扱いして、本気で相手にしないシーンは愉快。彼女は婚約していることを思い出すまでは体を差し出すつもりもあった。デイモンロリに手を出そうとするルーデウス。ゆっくりと履物を脱ごうとする彼女に反応するルーデウス。パンツを下ろそうとした時のアニメーションは黄金。あのアニメーションで涙出たよ。クラシックなカープーンのようなルディの表情を見よ。魔界対抗は芝居がかった誇り高いロリなんだな。ロル、うるさくて可愛い母。個人的には素晴らしい物語の見せ方、伝え方だと思う。誰だ？あのロリ魔王を妻にした貧乏人は。一方はズボンを着用し、もう一方は着用していない。キシリカに食べ物をあげれば、誰とでも仲良くなりそう。難しくないか？彼女は婚約しているのでルーデウスと寝ることはできない。目をえぐられてたんだよな。怖え。
目玉を取り出すシーンは恐ろしいと同時に間が抜けていた。さすがグレートデーモンエンペラー。ギャグシーンっぽい演出になってたな。こんなに顔を歪められたら笑っちゃうわ。ジョークになってるけど、あんな顔を晒すぐらいだからめちゃくちゃ痛かったに違いない。ルマオカープーンの物理法則で過剰なまでに動きまくる江口ゆか演じるデーモンエンペラー。想像していたのと違っていた。カープーンの物理法則のせいで彼女がまるで別アニメのキャラクターみたいに感じる。いいね。ベストパートは彼女が去った後に聞こえてきた落下音。彼女が、ルディア・エリスとは違う独自の自身が女帝として君臨している世界で生きていることを強調している。キシリカめちゃくちゃ面白い。彼女の姿がもっと見れることに期待。出てきたばっかりなのにもうキシリカのことが大好きになった。みんなが見落としているかもしれない点、ルディのことを気持ち悪いと言った時のキシリカの魔眼とギレイムが魔力を見る時に使っている魔眼は同じ。偉大なるキシリカ様を疑うのはやめなよ。彼女はどんな願いでも叶えてくれるんだよ。まあ厳密にはそれが魔眼に関するものだったらだけど、とはいえあれはかなり使えるよ。キシリカのシーンは以前トリガーのアニメーターだった人、原画を担当していた人が描いたに違いない。アニメーターが佐藤俊幸だから。まるでキルラキルの世界からそのまま出てきたかのようなキャラクターだ。イエス、キルラキルは彼の手がけた素晴らしい作品の一つ。魔眼は本当にオーバーパワード。マスターに時間がかかりそうとはいえ、こんなに早くルディがパワーアップするとは思わなかったよ。予見眼に魔力の調整が必要ってのがいい。普通のアニメなら、すぐにでも銃弾がゆっくり飛ぶようなテンプレ戦闘になるところだ。距離を保って戦う魔法使いとして、攻撃を避ける手段を持つのはいいことだな。前期のレッドコブラしかり。ルイジェルドみたいな強者には通用しないみたいだけど。スパーリングシーンも良かった。ポジションを見ろ。ルディはエリスに全体重をかけ、そして頭を押さえつけている。犬や猫の動画で見たことあると思うけど、首をつまんで完全に動けなくしている。エリスもなかなか人間やめていることを考えると、ルーデウスの力でどうやって彼女の動き封じることができたのか実のところ理解できない。ルイジェルドに一発入れた自身が魔眼によってあっさり叩き潰されてしまったナロル。ルイジェルドが戦いを止めなければ、あそこからエリスは楽天していたかもしれないね。パワーよりテクニックを重視したスパーリングだったか。エリスには落ち込んでほしくなかったんだが、ルディが彼女の誘い込みパンチをかわした。テクニックというのは役に立つ。2回目の背中に回り込むのも同じ。エリスの笛を狙い、彼女を超不快な、あるいは場合によっては体を痛めるポジションに置いた。ルディが魔眼のおかげでパワーアップしたことで、エリスが動揺しちゃってる。これがどうなっていくのか気になるな。ルイジェルドに勝てるかもからのあの場面転換にとても笑った。ゼニスの輝くような笑顔と目の輝き。ルイジェルドとの大きな力量差を覆すほどじゃなかったけど、それでも間違いなくぶっ壊れスキル。予見眼で自信に満ちた顔からのボコボコにされた顔。ルイジェルドにボコボコにされたところまで完璧だった。ルーデウスの自信も即座にルイジェルドに叩き潰されてしまった。予見眼は間違いなくルディの切り札になりそう。女を抱くのに杖が必要なのか。パウロのいやらしい笑顔。ルーデウスは親父のハーレム司会者パワーと似た似た笑顔を受け継いでる。ルーデウスが両親の表情を受け継いでいることが好き。魔術師プレイをするので、ルマオこのショーがどれだけ笑えるか忘れてたロル。ルーデウスとルイジェルドの腹を割っての話し合いはとても良かった。ルディとルイジェルドが正直に向き合えるほど信頼を育てている。二人ともエリスを大切に思ってる。オーマイガー。確かに彼と両親のつながりをさりげなく表現するこのやり方は好き。現れたタイミング的に、こいつがルディたちを手助けする密輸業者だろうな。その前にロキシーと再会してもらいたいが。ついに帰ってきたか。6ヶ月が永遠に感じるほどだったよ。グレートな第2クールのスタート。再び素晴らしい冒険になるだろう。エンディングのクレジットにギレイムの姿があって嬉しくなった。彼女に早く会いたい。楽しみだね。唐突に出番がなくなり、その後彼女の身に何があったのか視聴者には全く語られていない。エンディングソングすごくいいね。この2クール目が楽しみで仕方ない。今回はベストガールロキシーもいたね。ツンデレが好きだ。特にエリス。ヌーをエピソードがすぐに終わってしまう。ホーリーモーリー。20分見ただけでこれが 100% のアニメになるってわかる。息子がちょっと元気になってしまったけど、それ以外は何の問題もない。世界観へのこだわりはこれまで見たい世界の中でやっぱり一番だ。背景の作り込みを見ると本当にこの物語がリアルに感じる。トップクオリティ。背景のクオリティは次回以降も同じレベルを保っていてほしい。シーンが変わるたびに思わず一時停止してしまうほど綺麗だった。同じ気持ちだ。
今回のエピソードを見た後、あらゆる面で信じられないほどのクオリティの高さに驚かされ興奮を抑えきれない。週末が来るまで心にぽっかり穴が開いたような気持ちで過ごさないといけなくなった。